さあ、山際大臣の辞任についてお話ししてきましたが、林芳正外務大臣はというですね、そういった声が、角田龍翔さん、10月24日のツイートですね。山際大臣辞任について会見する岸田総理の動画を紹介して、山際大志郎経済再生担当相が辞表提出、事実上の更迭。党内では山際更迭。ではなぜ林芳正 OK かとの声。世論調査で辞任すべしが圧倒的で更迭は必死との味方だったが、史上最悪の選挙違反で山口の副知事まで辞職起訴に至った林が大丈夫で、なぜ山際はダメなのかと、他人に厳しく身内に甘い宏池会ということなんですけど、これ、ちょっと長尾先生解説していただけますか。林芳正外務大臣のことは OK だっていう結論を出したんでしょうね、宏池会としてね、あるいは官邸としてね、問題ないとしてるんですよ。ここがおかしいですよ。まあ、選挙で副知事までね問題になってんのに、普通だったら野党もここ騒ぐでしょ。これ何なんですか。逆に聞きたいですよね。なんかだから共通項はそれ、野党だってあんまり中国のことは攻撃できないし、林外務大臣の後ろはもう丸々中国代理人であるってことであるならば、林さんのやってることやってきたこと、これから取り組もうとしてることは良しとしてるんじゃないですか。だけど山際さんは、反共産運動の団体と関係があるからダメなんじゃないですか。もうそう分析するしかないですよね、客観的には。霊感商法云々というのはまた別の話なんでね。で、党内にもさっき山岡さんがおっしゃったように、今こういう事態を呼び込んじゃったのは自民党の内部の問題なんですよ。ご指摘その通りだと思います。角田龍翔さん、怒りの連追、10月26日、林芳正外相の国家の権威、国家老権威か、はい、もう統一教会系団体の会長だったという9月8日文春記事を紹介して、山際大臣更迭で自らパンドラの箱を開けてしまった岸田首相、次の焦点は林芳正外相、林氏の国家老の有力県議は統一教会系日韓トンネル推進山口県民会議会長、林氏と統一教会との関係も地元で囁かれており、林氏本人も世界日報から取材を受けている注目される辞任ドミノ。これ山下先生、これは結局こうやって全部つながっていくわけで、これ日韓トンネルって実質統一教会トンネルみたいなものですね。で、この、国画廊って言葉、なんで急に国画廊って出てくるんですか、これ。今一瞬読めなかったんですけど、要するに、番頭さんがですね、有力県議だと。山口県で。で、この日韓トンネル推進してるんだということですね。ということは、統一教会ともつながっているということで、これも当然問題に。本人じゃなくて、その国家老だから、支援者の支援、関係だから切ったんですかね、線引きを。山際さんの場合は直接自分がこう、言ってますけど、林さんの場合は人を介して。でも、ご本人が世界日報から取材を受けてることっていうことなんですけど、それはいいんですか、取材を受けてるのと、誰か代表と写真撮ったのがまた違うんじゃないですか。じゃあ、その日韓トンネルを推進して、統一教会、とつながっている国家老がいても、それが、その人がその腹心の部下であっても、それはいいと。それか、あまりにも開けすぎると、ひどいので閉めたかですよね。山際さんの場合は、こう、やめさせて終わるけど、林大臣の場合は開けると、まずいと。文字通りのパンドラの箱で。パンドラになっちゃうんで閉めたの。収集がつかなくなると。わかんないです。長尾先生、そういうことですかね。これ、ここは ここじゃオフレコにしましょう。はい。国家老、僕は、どなたかわかります。あ、はい、はい。で、例えば私とか、山口のりくさんが、岩国上海電力の問題を現地に行って、今日発売のこの月刊花田にも、書かせていただきましたけども、
この僕らの動きを遠目で監視しているのは、うん、この国家老です。国家老。で、この方、この間山口県民葬、安倍元総理のにも来ておられました。うん、かなりの実力者です。これも上海電力と完全につながっているという裏取りも全部取れてます、うん、だから林さんが世界日報の取材を受けても林さんは大丈夫と。で、私も2020年の世界日報の新春対談は世界日報の社主と、あと桜井よし子先生と僕と3人の新春 対談ですね。多分僕の場合はアウトなんでしょうね。まあ議員、ね、まあ、この違いですよ。もう分かりやすいでしょ。いや、それだけで、いや、分かりやすいって先生、それは背後に中国がいるかいないかそういうことです。そういうふうに聞こえますね。いや、そういうことです。で、日韓トンネルっていうのも、実はプロジェクトとしてあるんですけど、もうほとんど全然掘られてないし、うん、進んでないし、で、日韓トンネルって言われても、あれだけはちょっとあんまり参与したくないよなっていう議員がほとんどなんだけど、まあ私は参与してないけど、参与しちゃう議員の方が多いって。ダメですよね、それ。ダメだよ、参与しちゃうって。ダメですよ。まあ、あまりプロジェクトとしては、大きく見えるんですけど、全体の中での日韓トンネル の関連団体の勢力図からするとそんなに大きい話じゃない。まあまあ、それは日韓トンネルはたとえ1メートルしか掘ってなかったとしてもですよ。もちろんそうですよ。ダメですよ。そこに合意した議員はやっぱ落とすと、うん、いう方向にしなきゃいけないと思うんですよ、ね。林さんはいいんですよ。世界日報で言えば、はい、冷戦期、我々が自衛隊に入って、最初の方は冷戦期ですから、若い時はでしょ。大体本部の事務室なんかに結構世界日報の支部置いてありました、ね。うん、で、まあ、反共産主義みたいなのがいろいろ書かれてて。はい、まあ、戦後それで始まってるわけですからね。そうですね。だから、その流れからずっと来てますからね。それもちゃんと説明しづらいんでしょうね、多分ね。そういうのですね。まあ、その辺はだからもう、それこそ CIA、うん、KCIA、そうですね、全部絡んで、はい、やってきたことですから、それはずっと生きてきたということですよね。だから、まあ、ある意味歴史的なものなんですよね、これはね、はい、昨日今日のことではないということで、まあ、しかし気が変わったんだろうと思いますね、今回こういうふうに風向きが変わったということはね、まあ、そうするとこうずっと謎があったじゃないですか。安倍さんや麻生さんが猛反対しても岸田さんは林さんを起用し外務大臣に、そしてまた留任もさせたと。なんでそこまで、そしてどんな問題が発生しても林さんだけはこの凛としてですね、構えてられると。スマホをちょっと出してね、はい、スマホチラチラッとこう出しながらね。だから岸田さんが総理になられてやりたいことは人事だったんでしょ。だから外務大臣人事をやりたかったってことですかね。まあ、でもそれはその背後に某国がいるから、そこだけはアンタッチャブルになってると。もうそれでの説明ついちゃうじゃないですか。そうとしか考えられなく、うん、なりますよね。どんどんなってますね、はいはい、はっきり言っちゃってますけどね、はい、正義のために戦う文化人放送局なもんですから、はい、では続いてですね、行ってみましょう。特集その3、これ元陸将の戦争分析なんですけれども、まあ本当に驚きました。習近平の3期目決定と胡錦涛突然の退席ですね。これ驚きましたね。はい、これ長尾先生がもうツイートしてらっしゃると思うんですけどね、このまあ退席直前の様子がこの明らかになって、これ書類を何かこう見ようとしたものをこう取り上げているようなね、そういうふうに見えましたけれども、長尾先生、この後に発表になるであろう人事のことについて、はい、胡錦涛が知らなかったはずはないけど、うん、まあ、なんていうかな、その書類を隣の人が隠して取り上げるような感じにして、で立ち去る時に習近平にちょっと話しかけてますよね、うん、で李克強の肩をポンと叩いてね、なんか例えばあの時吹き出し出すんだったら、俺が言った通りの人事ちゃんとやってくれてんだろうなみたいなことで、わらわらと、まあ、蓋開けてみたら、まあ、あんな状態でね。まあ、小松圭さんですとかね、うん、他の専門家の方の分析では、直前までね、名前が入っていたと、うん、はいはい、しかし本茶になったらなかったと、うんうん、ということで、それに、どうもその気がつい
った気がつきそうになった見せないようにしたんじゃないかなって、うん、あの場でうわーっとこう暴れられたらとか、まあ、そういうことされる方から分かんないですけど、であの胡錦涛のマイクだけ切ってあったとね、うん、ということですよね。しかし山下先生、一つあの疑問に思ったのは、そういうこの集大というかドタバタ、身内のこの共産党の中でのドタバタを記者を入れて、外国人記者も入ってるわけでしょ、うん、その記者の面前でわざわざやるっていうのは、これどういうことなんですかね。今回 の、 あの政治局の幹部7名、まあ、習近平入れて7名ですけど、6名は全部大使党になったんですよね。うん、これは鄧小平がもあの文化大革命 の、 その一人に権力が集中することをやめて集団指導体制になると。うんうん、だから派閥をこう入れてバランスを取ったのを、今回は。あの、あれですか、共青団ですか、はい、が一人もいなくなる、うん、それのリーダー格の胡錦涛をみんなの前で退出させたと、うん、これからは大使党の世界が来たねっていうのをわざと見せつけたのかなっていうのが一個と、胡錦涛さんがもしかすると認知症かみたいな形になっててかばうようにして出したのかもしれないですよね。でも前者がやっぱりあの本当だと思いますよ。うん、まあ、そこまでずっと来てるわけですからね、いきなりあの場になってかばうとも思えないんでね、まあ、ちょっと、はい、あのバランスを取って言えばっていうことですよね、はい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 、ただやっぱり象徴的だったですよね。いやもうね、象徴的で なんか連れ去られるような感じと、あとやっぱり胡錦涛ご自身のお姿がもう変貌してたんで、うん、びっくりしましたね、私あの胡錦涛と図らずも、うん、あの握手をして、はい、もうあのその時の写真がネットにばらまかれておりますけどね、まあ、なんかこんなになってるじゃないですか。さすがに、はい、でもまあもう満面の笑みをあの浮かべて握手してる写真が、はい、まあ、これも私の黒歴史ですけど、はい、まあ、あの時はやっぱ体が大きいし本当もうあのカップが良くて、一瞬私これ胡錦涛なのかなって思ったんですけれど、うん、この風貌の変わり方で、これもまたなんかちょっと象徴的ですよね。そう、枯れている感じでね、連れ去られていく感じでね。まあ鄧小平的なやり方で、まあ、全部否定ということ で、 うで、ね、はい、もうバランスは考えずに独裁体制でいくということを内外に宣言したと。ただその独裁者が政権を長く維持すれば、その反動っていうのは非常に大きくなるんですよね。いつかはそれが制御できなくなるっていうことはしっかり考えとかないと、また判断を失敗してしまうとプーチンのウクライナ侵攻みたいになってしまいますから、それを横でいや違いますよっていう人が誰もいなくなったっていうことですからね、うん、そういうことなんですよね。イエスマンしかいない、まあ、まあ誰もナンバー2が本来であれば別の派閥であるとかっていう均衡が崩れてしまったと、ノーと言える人いなくなったということで、今言われているのが習近平独裁体制下でね、早まる台湾有事と、台湾有事が早まってしまうんじゃないかという危機感ですよね、うん、誰も止められないですよね、はい、李強なんてもう完全にもうあの信者ですからね、習近平の、はい、さあそこで、産経新聞10月21日の記事なんですが、中国の台湾侵攻時期、2027年から早まる可能性、米海軍大将が警告ということですよね。はい、これ米海軍制服組のトップのマイケル・ギルディ作戦部長大将は19日、中国による台湾侵攻が今年中か来年中にも起きる可能性を排除できないとの見方を示した。米高官から侵攻が予想された時期より早まる可能性を警告する発言が相次いでおり、台湾をめぐる軍事的威圧の高まりと中国の武力統一を辞さない意思が米側の危機意識を高めているということなんですよね。かつてあのインド太平洋軍のデビッドソン司令長官が、これ去年でしたか、はい、2027年までにその脅威が顕在化すると言ってたんですね、うん、その2027年までにその中国は準備が整う、準備が整うということの意味は強軍化というプロジェクトが完成して、うん、アメリカの干渉を一切許さない体制にできるということでしたよね。あのまあ、強軍化が目標が、いや人民解放軍の近代化と戦力のアップと統合戦力が発揮できるのが目標が2027年っていうのと、はい、習近平の4期目に行こうとしているのがちょうど27年で節目になるので、一つの目安としてその2027年というのが出てるんですよ、はい、でちょっと今回の
その第20回の党大会ですか、それと中央委員会の第1回総会で、実はもう一つ重要な人事が行われてるんですよ。軍事面を見ると、中央軍事委員会っていうのが、これは軍隊をコントロールする機関ですから。で、これの主席は、引き続き習近平がやるんですけど、二人副主席がいて、一人交代してるんですよ。それが、今年の1月まで、台湾を担当、日本も担当しますよ。台湾を担当する東部戦区の司令員の、フォー・ウェイドン上将っていうのが副主席に入ってるんですよ。それは彼は今年の1月から、今回まで、その人民解放軍の統合作戦を行う統合作戦センターに勤務してて、ペロシ下院議長が台湾訪問した後に8月に大演習ありましたよね。あれを中央でコントロールしてたんですよ。で、彼が統合の作戦のオペレーションを熟知して、かつ東部戦区司令員の経験で人民解放軍の作戦を担うところのナンバー2に入ってると、うんうんうん。もう一つはですね、東部戦区の司令員、現職ですよ。これは1月に、フォー・ウェイドンと交代した現職の司令員が、中央、党の中央委員に昇格してるんですよ。うん、これは福建省出身で、リン・シャンヤンっていう人ですけど、うんうんうん、どういうことかっていうと、東部戦区で経験した人、うん、東部戦区の人間を重要ポストに持ってきてるってことは、うんうん、習近平が東部戦区のオペレーションに関しては非常に重視して、まあ、二つ見方があるんですよ。勝手に変なことをやるなっていうのと、うん、自分の言う通り動けと、それから中央で東部、台湾正面の作戦を作った人たちが集まってきてると。あるいはコントロールできると。まあ、こういう体制を見ると、さっき言ったように、その米海軍の作戦部長が、いよいよ本気じゃないのかっていうふうに思ってるとかですね。うんうんうん、ただ、時期的な話はですね、一つ、一番早いのは11月ぐらいからとか言われてますよね。そう簡単なもんではないですよ。うん、今、東部戦区には第71、72、73って3個の集団軍があります。1個集団軍には6個旅団あって、5000人ずついますから、12万人ぐらいでしょ。で、それに直轄部隊を入れると、だいたい東部戦区だけで15万。ただし、今、揚陸能力からすると、中国軍は台湾に一度に2万人しか運べないんですよ。そんな2万人ぐらいだと、台湾陸軍の3分の1以下ですから、うん、まあ、これは能力がないんですよね。もし上げてこようとすれば、2万人っていうのはその軍艦とかそういうので運ぶ能力ですよ。一般の貨物船と客船を動員するんですよ。1000隻ぐらい。動員するためにどうするかって、彼ら商売してますから、契約しないといけないんですよね。その行為が発生する。で、福建省に多量の弾薬と燃料を集積しないといけない。東部軍の15万だから足りないので、東部戦区の。うん、南部戦区、中部戦区、北部戦区からかき集めてこないといけないんですよ。うん、その部隊移動が始まる、うん。その前に計画をやったり、来いとかいう通信量が発生しますよね。というん、ってことは、東部戦区の通信量が平年より一気に上がるわけですよ。一気に通信。それはやっぱりちゃんと、米国なんかも全部やってます。日本も傍受してますから。傍受してます。だからそういう兆候がまずないんですよ。で、よく軍隊で、相手の行動を図るときには、戦術的、この場合は戦略的な妥当性と兆候上ですよ、ね。今来る必要があるのかっていう話ですよ。11月から来年の頭に。ないですよ。政権をスタートさせて、経済問題とかやらないといけないと。ウクライナみたいに失敗したらどういうことになるか分かってるわけですから、だからこう妥当的、戦略的に妥当性があるのかって言ったら何もないんですよ。で、兆候上は私が言ったように軍隊に全く兆候がないですよ。その中で11月って言ったら、待つだとしてですよ。1ヶ月でしょ。だって最短でもどのぐらい時間かかるもんですか。半年単位でかかるんですよ。半年単位で。ロシア軍どれだけかかりました？国境に軍隊を12万集めるのに。延々とかかってるわけです。あら、17万人ぐらいだったんですね、最初はね。はい、じゃあ、見積もるとですね、東部戦区と、南部戦区、福建省の南ですね、うん、合わせると、だいたい 41.6 万人集められることができるんです。倍以上です。中国の地上軍は97万人いますので、まあ、その半分弱を集めることができます。でそうなると、台湾側の軍隊の 4.7 倍になると。まだ、弾は集まりますよ。何ヶ月かかると思います。それを集めるのに。
それが問題は弾薬と燃料、はあはあ、食料、はあはあ、それからキンキンに準備しないといけないのは冷凍血液ですよ。で、医療機関の体制を取らないといけない。それから今の時期って台湾海峡はなかなか渡りづらい。台湾海峡の一般的には、前も言ったことあるんですけど、狭いところで130キロあるんですよ。広い時で200キロ。非常に幅が広いんですよ。で、長時間かかるんです。長時間ね。それから潮の流れが速くて南北の干満差が大きいんですよ。何を言ってるかというと大規模な艦艇群が正々として渡るには非常に難しいんです。で、冬場強風が吹き荒れてる今。波が高く濃い霧が発生する。夏場にはいくつもの台風が襲来するんですよ。時期が限られるんですよ。9月から10月とか。春先のところだから。だからそう簡単にいつか来るっていうことはないと。いいですか？あ、どうぞ。もうちょっと、はい。上がってくる台湾側は広い砂浜っていうのがほとんどないんですよ。前そのお話もあったんですね。そうですね。台北のところと台南。それから限られるわけです、ね。そうです。だから限定されるから台湾軍はしっかり守ってますから。そういうのをクリアしてくるためには、相当な準備をしないといけないので、すぐは無理ですよ。すぐは。はい。なるほど。まあ、山下先生のそのロジスティクスの観点から、その兆候がはっきり出てくるはずであって、それは見えないから、現時点でそんな短期間でやることは不可能であるという、まあ、専門家としてのご見識でありました。まあ、ちなみに、この、なぜ、まあ、6年と、まあ、デイビッドソン海軍大将が言ったかというと、その最大の理由がですね、宇宙戦争であると。つまり、人工衛星。で、これが戦争の目であり耳であると。で、これをですね、中国の優位というものが、あと、まあ、6年と言われているということなんですね。だからそれを逃すと、この宇宙空間における中国の優位性が保てなくなると。で、アメリカ側が衛星防備システムを配備できそうなのは2027年ということで、それまで、その衛星を守ることはできないということなんですよ。自軍の。そうするとそれが非常に弱点になるので、それまでに勝負をつけないと中国としては不利になると。追い越されない前に、追い越される前にやっちまうと。それはね、はい、アメリカ側の発表を鵜呑みしちゃダメですよ、うん。アメリカも軍人たちは、軍事予算を取らないといけないんですよ。うん、あるいは、大統領選とか、いろんな、選挙あるじゃないですか。うん、あるいは見ながら、ホワイトハウスの通り発言するのが高級将校たちですから、うん、全部を使用したらダメですよ。うん、それからいいですか？宇宙船だろうが、宇宙戦争であろうが、うん、電磁波だろうが、サイバーであろうが、ドローンであろうが、うん、何でもいいですよ。巡航ミサイルだろうが、うん。台湾侵攻の決め手は陸上兵力ですから、うん、陸上作戦で地域を確保しないといけないんですよ、うん。その能力がないって言ってるんですよ。なるほど。だから無理です。私が人民解放軍の参謀総長で行けって言ったら無理ですって言いますよ。うん、出ないと、ウクライナになりますよ、と。なるほど、はい。はい。大変貴重なご意見ですね。まあ、ちなみに、まあ、11月から、つまり来月から、来年1月の間に、台湾有事が起こりうると、これはロバート・エルドリッジさんですね。政治学者で、元在沖縄米海兵隊政務外交部次長でいらした方が、理由として挙げているのは、中国にとって軍事的な優位な状態にある。アメリカの中間選挙の時期である。バイデン政権の危機管理能力の不足である。まあ、バイデン、よれよれバイデン政権のうちにやりたい。まあ、世界的に台湾への関心が高まっている。感謝祭とクリスマス休暇、正月休みの時期。そして、これ今ウクライナの話出ましたが、ウクライナ戦争は泥沼化したことで、ウクライナに武器供与を続けてきた米国は深刻な武器不足に陥っていますと。で、そこに世界的な半導体不足が相まって、武器によっては製造に2、3年かかるものもあると。武器不足をすぐに解決することはできません。また、先日、台湾への戦闘機輸出が大幅に遅れると発表もあったという、これは月刊ウィル12月号です。エルドリッジさんと佐藤正久参議院議員の対談ですね。まあ、というわけで、まあ、そういうふうな背景的分析はあるんですが、まあ、確かに、しかし山下先生がご指摘の通り、軍というものはそのロジスティクス、当然その現場の配置、準備というものが絶対に必要なわけですから。大規模な戦になればなるほど、はい、右から行こうか左から行こうかじゃないんですよ。うん、平坦ですから。平坦戦ですから。うん、からそれさえ見てれば、うん、大体わかりますよね、うん。それはいつできるかできないかということがわかるということですね。
まあ、しかしその場合でもですね、ここではまあ今後6年というよ、まあ、2027年ということを言われたんですが、先ほど言いますけど、なんか兵器が少なくなってる、うん、アメリカ軍のその大量にある備蓄は、アメリカが自分が戦争できなくなるまで渡すわけないでしょっていう話です、うん。いわゆる台湾、中国、韓国っていう、うん、守らない、台湾、韓国という守らないといけないところがあって、相手に北朝鮮とロシアがあったら、太平洋正面で戦う、例えば弾薬の奇数ってあるんですけど、それはストックしますよ。それは自衛隊だと同じですから。それは、何奇数持ってるか、わかりませんけど。それまでは、裁かない。NATO 正面で備蓄してるやつは吐き出したかもしれないですけど、太平洋正面のやつは誰だって吐き出さないですよ。うん、軍は、ね、はい。まあ、そういったことを全て勘案して、うん、まあ、ここでは、まあ、11月から2027年というこのレンジがあるんです。後ろはありますけどね。ありますけど、うん、まあ、難しい質問と分かってるんですが、これが、まあ、11月とそれ今のお話からしたら、それ無理だと。それ半年単位で考えなきゃいけないから。しかし、じゃあ、でも2027年まで待つかと言ったら、待たない可能性も。だから、それはトリガーが必要ですよね。何のために行くのかっていう。うん、まあでもそれはもう公約しちゃってますもんね。いやいや、だからそれは時期的には言ってないだけで、うん、例えば、ちょっと待ってくださいね。台湾に中国が行くのは、うん、彼らが言ってるのは5つですから、うん、台湾が独立を宣言したとき、または独立のプロセスを表明したとき、うん、台湾が明確に独立に向かう動きをしたとき、例えば国連に加盟申請したとかね。うん、三つ目、台湾内部が混乱したとき、大陸側と独立派が対立して、その、相乗状態になったとき。四つ目、台湾が核武装の動きをしたとき。五つ目、台湾が外国勢力及び外国軍の台湾進駐を認めたとき、いわゆる米軍の駐留を要請したとき。この五つにはやるって言ってるんですよ。それに該当しますかっていうことですよ。もう一つある。習近平が内政問題から、人民、13億の人民の目をそらせるために、うん、台湾に武力行使をすることは考えられます。うん、その時には、馬祖島と金門島、あるいは宝庫島という離島、馬祖島と金門島は非常に近い。うん、宝庫島はちょっと遠いですけども、うん、まあそういう関連諸島に手を出す可能性はありますよね。うんうん、はい。じゃあ台湾本土に先ほど私が説明したように上がってくるには相当な準備と戦備を整えていく。で、先ほど今米軍と中国軍のバランスって言ったけども、まだ米軍の方が圧倒的に強いですからね。2027年って目標を掲げてますけど、確か2050年に米国を追い抜くって言ってるんですよね。うん、産業も、うん。そこまではやはり、米国には及ばないし、核弾頭の数も全く違いますから。300ぐらいしか持ってませんか。で、1000発超えてアメリカ持ってるわけですから、そういうバランス的に見たら、何回も言いますけど、私が人民解放軍の司令官だったら、脅しはするけど、台湾に。今、5つのことをやるなっていう。本当に行くためには、習近平が潰れる覚悟で行っていただきますよっていうことですよね。いわゆる、プーチンと同じになりますよっていうことです。うん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 、いいですか、海があるってことだけ頭入れてください。川じゃなくてね、海があるってことね。はいはい、はい。それは極めて合理的なご説明だと思います。ただ、ここで、まあ、習近平が独裁体制になってしまいましたので、まあ、そういった、まあ、合理的判断で、どこまで行動を抑制するかどうかという。まあ、常にね、はい、心構えておくということは必要ですよ。だと思うんですよね。そこでいいんじゃないですか。はい、うん、なので、まあ、大事なのはこの次でやりますが、うん、そこで大事になるのは、それが、たとえ、半年、1年先、2年先、3年先、それは分かりませんね。それは分からないわけです。だから理論的には、5年以内ぐらいには起こっておかしくないと。それはもっと前倒しになる可能性はある。国内の騒乱状態から目をそらすためにやってしまう可能性が、非合理的な行動に出る、非理性的な行動に出る可能性はある。そこで問題になるのは、日本がどれだけ準備できるか。日本に与えられた時間が果たしてどれだけ最長5年と考えなきゃいけない。そう、いないと考えるべきですね。で、ちょっと一つだけ、はい、どうぞ。今はないということを言っただけですよ。はい。準備する期間があれば、うん、はい、習近平がゴーすれば来るということですか。はい。その間、数ヶ月前から分かるということですよね。うん、ああ、そういうことや、ね。だから来ないって言ってるわけじゃないですか。わ、はい、かります。はい。はい。しかし、まあ、来年とか再来年起こるとしても、でも事前にその動きで探知はできる。できる。しかし、その危機は、その準備期間を置いて、
いつでも起こり得る。そういうことですね。はい。では次のセッションでは日本の準備に関してお話ししていきましょう。このセッションはここまでです。次のセッションでお目にかかります。